縄跳び最初我々下手くそというか、まあ、僕はいまだにほぼ飛べないんですがあのどんどんうまくなっていってじゃあもうこれどうしても撮らなきゃいけないとでも僕はシナリオに書き忘れてたしのもあったよねで撮影の終盤になってちょ、はい、こちょこって寄ってきて「三宅さん縄跳び撮ってなくないですか?」っていう「はい、なん」て言っちゃってねあっなん」って言っちゃってなんか「あ、はい言えね」みたいな感じで、はい、急遽セッティングして、はい、なんか私は撮るつもりでちょっと練習してたのではい。 しもう自信があったし縄跳びならんかあの撮影の空き時間もずっと縄跳びはやってたんですよ体を温めめるためにあの覚えてるのは、えっと、ジムのシーンではなくあの稽古の団地おうちの中で撮影しているときに、まあ、中で照明だの撮影だのセッティングしているときにあの僕がこうなんだったかな、まあ、ちょっと休憩と思って部屋の外出たら。 全然人、誰もいなかったんですけど団地の廊下の向こうのところでたんたんって音がして見に行ったら岸井さん、後ろ向いてちっちゃくずっと飛んでるんですよ、その日、ボクシングの練習の場面はないんですよ、その背中は割と忘れられないなというか、そっと、ああ思い出した、俺、お菓子食べに行ったんですよ、多分きっと、お菓子食べてる場合じゃないじゃんみたいな、っていうのはありましたかね岸井さん、結構一緒にトレーニングされる中で監督にも厳しく腹筋をサボろうとしたら。えー なんか、ちょっと目を離すと、なんかいや、俺、監督だしなんてい,いや、俺出ないからね、<laughs> 俺、腹筋鍛えるより、あんまないんですよね。いや、でも、撮影は体力必要ですからで、ね、そうなんですよね、させていただいて。そ<う> <laughs>